ドイツだ、ミュンヘンでやってる人で、はドルク・ドフレンの美術監督とかしてるデイビッド・シャイナーさんって人がいるんですけど、その方もやっぱね、フランスとかの道から始めて、ブロードウェイにも何度もいらっしゃってるんですけど、そうそう、本当に大好きなんです、そういうのやる人が。大道芸人かっこいいですよね。もうイタリアのフェリーンの映画を見て大道芸人に憧れている。見ちゃってる。私、あと、天井桟敷の人々。ああ、そうもですね。うね、ちっちゃい時から、そうなんです。だから、とは言いつつ、今日は、あんまり、キャーキャー言わないで頑張いる。や、キャーキャー言っていいですよ。いや、でそう。も、マルモさん、今はどちらでお仕事なさってるんですか？今自身、今、ナウは全然仕事がない状態なんで、まあ、自宅にいる状態なんですけど、まあ、日本の大阪とか関西中心ですね。関西中心に。で、例えばどういうところで、イベントとかに呼ばれてとか。海遊館っていう大きな、あれは水族館ですね。水族館でやったり、あとは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとか、あそこでやったりとか、まあ、全部ちょっと今、中止で止まっちゃってるんですけど、皆さん外に出てはいけませんよからずっとですか。そうですね、もう今、日本はもうだいぶ経済回さないといけないっていうので、通常にはなってるんですけど、エンターテインメント業界は全く止まってますね。それはドイツも一緒ですね。あ、本当ですか。で、僕も知り合いで、パフォーマーがドイツ行ったりするんですけど、ドイツだとそのアーティストってをすごく、なんですか、海外だとアーティストってすごい貴重なんで、大事にする文化じゃないですか。なので、その止まってるっていうので、まあやっぱ収入がなくなるんで、支援っていうのがめちゃめちゃあるけど、日本ってそういうのが全然ないんで、まず知られてないっていうのもあったりとかで、まあ支援が全く正直ないんですよね。そうですね。私もなんか日本の人はそれがないのが当たり前で頑張ってるから、だから他の国では支援があって、国とか市がね、助けて芸術家を、もっと動きやすく、働きやすくしてる環境を作ってるんですよ。で、そのことを日本人は知らないんで、私はちょっとずつですけど、芸人さんとかの事実、環境、それを教えていただいて、それと、自分がどうしてそういう芸術をやりたくなったか、で、それに対する思いとか、そういうことを知ってもらうことでもっと身近に感じてもらって、興味を持っていただきたいと思って、そういうああ、そうなんですね。趣旨なんですよね。だから今、今止まってるっておっしゃってた仕事が全部、そういうこともすごく重要なので、そういう状況のこそうとですね。も伺いたいと思いました。で、海外にいた時のお話とか、そういう時の、海外での、その芸能、大道芸人に対する、環境とか、そういうことも。で、ここは今、オフの状態の会話なので、それで、なるほど。雅子さんがスタートを始められたら、それが本番の会話になります。わかりました。で、私は今日、これはドキュメンタリー配信ですって言って、今日はゲストは森本和樹さんですって言って、ちょっと真紀子さんに一言おっしゃっ私、て一言がね、怖いただきいんでますす。よね。皆さん、こんにちは。真紀子のドキュメンタリーインタビュー配お願信いへいようたこしそます。ます。今日は大道芸人の森本和樹さんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしおくお願い願しいいたましす。たいと思います。まず、初めになんですけれども、その大道芸人ということを始めることになったきっかけを、教えていただけますでしょうか。自分がその大道芸人と出会うまでに、まずパフォーマーっていう、ジャグリングされる方と出会って、そのジャグリングというところを知りまして、そのジャグリングのショーを作るのが最初好きでやってたんですよ。で、大道芸っていうのはもう、ストリートの場所でお客さんが誰もいない状態で人を集める芸なんですけど、で、僕が、好きだったのはお客さんがいる状態のステージショーだったんですよ。で、その違いすら最初は僕知らなくて、で、
あれは16歳の頃ですね。高校2年生の時に、そのライセンスっていうのがありまして、その審査会に僕が、応募したところ、一次審査通って、そこで、まあ、披露すると思ってたんですけど、それ大道芸のライセンスだったので、大道芸をしないといけなかったんですけど、そこで大道芸とステージショーの違いっていうところを知ったんですよね。で、そこで大道芸の難しさであったりとか、そのシビアな環境の中、お客さんを楽しませるっていうところに、とても興味を持って、大道芸をしたいっていうところからスタートしました。その違う、まあ、簡単にはお話しできないことかもしれないんですけど、はい、大きなその、はい、というのはストリートでやることの大きな違いっていうのはどういうことがあるんでしょうか。大きく分けると、ステージショーっていうのは、まあ、クライアントさんがいまして、呼んで、まあ、企画した状態で、お客さんもいる状態が、まあ、ステージショーなんですけど、まあ、ストリートだと、目的がないお客さんを足止めていただいて楽しんでいただくっていうスタイルになるんで、全く別物なんですよね。ショー自体が。作り込みも全然違うんで。僕がやったのは、ボールジャグリングとか、あとは一人者の芸なんですけど、その、ショーを作ったんですけど、その大道芸をやるってなると、お客さんがいない状態で、ショーをしていって、お客さん集めていくっていう見せ方をしないといけないんですけど、僕はそれを全く知らずに、そのステージショーを大道芸で、場所でやってしまって、まあお客さんが全く集まんなかったんですね。で、そこで、大道芸とそのステージショーが全然違うっていうことを知りまして、で、大道芸の方を、もう本当に、あ、もう全然違うことをやってたんだっていうところで、まあリスペクトして、もう僕もこうなりたいっていうところでスタートしました。まあ大道芸人が僕のやろうと思った時ぐらいからめちゃめちゃ増えた時代だったんですけど、はい。で、その前、の先輩たちは、まあ、ちょっと少なめだったんですけど、僕の後から一気に増えたんですよね。なので、まあ、誰も正直教えてくれなかったんで、僕は、まあ、高校生だったんですけど、そういったイベントがあれば、足運んで、なんか盗撮するような形で、まあ、ビデオカメラ持ってって、ビデオを回して、家でもう一回見直して研究っていう、そういった感じで、まあ、芸を盗むじゃないですけど、そんな感じで。大道芸人が増えたっていうのは、インターネットですね、完全に。YouTube で、まあ、コンテンツの一つとして上がって、なんていうんですかね、まあ、みんな真似するようになったじゃないですけど、そんな感じで、まあ、爆発的に増えたっていう。それが何年前になるんですか？それが、僕、2008年とかなんで、そのぐらいからですね。2010年前後ぐらいからもういきなり、って感じですね。じゃあここ10年ぐらいということなんですね。そうですね。で、それまでは、まあ、大道芸人自体なんていうんですかね、あんまりメジャーじゃなかったんですよ、日本では。うん、まあいたんですけど、でやれる場所も少なかったですし、特定の場所行かないと見れなかったっていうところが大きいかなと。一個質問があって、はい、その例えばこういろいろすごくね、数幅広いいろいろな芸があると思うんですけど、やはりこうメインだったり。人気があるのはジャグリングとか、さっきおっしゃったジャグリングとか、一輪車でジャグルされたりとか、そういうことなんでしょうか？僕は、その、見た時が小学校1年生の時だったんですよ。その、初めて出会った時が。で、その時が主流だったのが、まあ、ジャグリングと一輪車みたいなところで、まあ、小学校1年生の頃から僕が16歳、10年ぐらい経って、やろうと思った時には、もう、先輩たちが、もう、その、なんていうか、枠を、持ってはったんですよ。なので、新しい僕がやろうと思っても、その、芸のクオリティも低いですし、で、ジャンルも被るっていうので、最初は必要ないと、イベント会社の方とかにも、めちゃめちゃ言われたんですけど、まあ、それでも僕は、その
なんていうんですかね、一人者とジャグリングをやりたいっていうこだわりがあったんで、まあ、ずっとやり続けたって感じですね。はい。はい、でそのまあ大道芸人を始められて、それを習得するために何かなさったことってありますか？努力されたこと。習得するためにはもう、なんていうんですかね、はい、僕の憧れてるイメージを常に持って、一つ一つの技を一個一個習得していったって感じましたね。なので、時間があればもう朝から晩までとか、そんな感じです。中学生とかだったんで。あ、そうなの。はい。なので、学校終わって、部活終わって、家で、なんですかね、夜とかだと、カーテン開けたら、まあ、鏡みたいになるじゃないですか、窓が。で、それで、はい、見ながらやってましたね、ずっと。学校の部活は卓球やってたんですけど、外部でラグビーをやってました、ね。はい。プライベートで、そのジャグリングの練習をしてたんです。そうです、そうです。空きの時間で。誰かに見せたりしたこともあるんですか？中学校3年生の時の学園祭でもう賞を作るっていうのを決めて、そこがまあ一つの目標でやってた。じゃあ、和樹さんだけじゃなくて他の人もそういう芸をやってらっしゃ、練習されてたわけですか？いや、もう僕一人でやってたんですけど、その中学校の初めて見せたショーでは、まあ一人だと、何ですかね、時間も、まあ短い時間でしか、まあできないっていうところで、ダンス、ブレイクダンスする友達がいたんで、その友人と一緒に二人でコラボみたいな感じで出ましたね。うん、なるほど。いや、その子、そういうコラボっていうのは今もすることあるんです？今はでも、だいぶないですね。あんまり声がかからないっていうのもあったりとかで。うん、一度あったのが、イタリアのオペラが、はい、ボローニャの、なんですかね、オペラが日本に来るっていうので、まあ一度コラボじゃないですけど、そういった感じでピエロ役で出させてもらった時はありますね。ご自分にとってその大道芸というものがある生活というのを教えていただけますでしょうか。お話いただけますか。大道芸のある生活っていうところで、まあ、大道芸って、まあ、中心でやる場所はあるんですけど、まあ、全国、まあ、世界いろいろ行くことがありまして、まあ、僕の中では なんつうかね、旅をしながらその地方とか地域行って、まあ、新しい発見を見つつ僕の芸を披露して、まあ、楽しんでいただくっていうところで、まあ、旅しながら、まあ、披露させていただくっていう感じなので、まあ、常になんか僕の中では旅行気分みたいな、そんな感じで、はい、やらせていただいてます。そういう旅行っていうのは一人で行くんですか？仕事の時は基本一人であったりとか、あとはまあ、仲間で、なんですかね、何人かで乗り合いで行くこともあったりとかもするんですけど、そういうパフォーマーの方たちが集まって、そうですそうです。仕事内容によってはその何人かブッキングされてて一台の車で一緒に行こうとかもあるんで、そういった仕事もあるんで、うん、はい、思うんですけど、はい、そのパフォーマーに最初ご興味持たれたのってどういうことか覚えてらっしゃいますか？もう単純にかっこよかったっていうのが、なんですか、キラキラしてたんですよね。なんか僕の中では本当に、うまく言えないんですけど、まあヒーローに近いじゃないですけど、本当になんか輝いてたっていう、そんな感じの印象ですね。もう楽しそうだったっていうのが、大きかったです。はい。今その、大道芸もそうなんですけども、その、和樹さんにとってパフォーマンスするということっていうのはどういうことでしょうか？僕がパフォーマンスするっていうことは、多くの、一人でも多くの方に、そのエンターテインメントを知っていただく場かなと僕は最近思ってパフォーマンスするようにしてますね。なので、まあ、エンターテインメント、皆さんが、なんていうんですかね、パフォーマンス知っているわけじゃないっていうのは常に頭に入れて、で、僕自身、その、新しいエンターテインメントとかも見に行ったり、
しないといけないと思ってるんで、あの、まあ、よく言われるのがラスベガスとかのショーを見たことありますかとか、そういったことをよく、あれは5年、6年前ぐらいに言われたときに、あの、行ったことなかったんですよ、その時、6年前、7年前ぐらいは。で、そこで、まあ、最新のショーとか、してる場所なのに、僕は知らないっていうところで、あの、知らないといけないなと思いまして、まあ、そこからも毎年ラスベガス行くようにして、で、今度、ニューヨークのブロードウェイとか知ってるかっていう話になるんですけど、エンターテインメントっていう話になると。で、そこも知らなかったんで、あの、もうそこからもニューヨーク、ラスベガスはもう毎年行くように、はい、してましたね。で、そこで、まあ、最新のエンターテインメント、いいものも悪いものも含めて、もう何でも見るようにして、その自分の中でのそのエンターテインメントの物差しをどん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 広げていくっていうことをしてますね。うん、その見に行くだけで自分は参加はしないんですか？参加はそうですね、チャンスがあればしたいなと思うんですけど、うん、まずちょっと知らないといけないかなっていうところで、なのでエンターテインメントのその何ですか、歴史じゃないですけど、あの、そういったこともまあ勉強して、まあ、ムーラン・ルージュっていうのがあのフランスであるんですけど、まあ、そこがエンターテインメントの原点って言われてるんですけど、ショーの。で、そこのフランスにパフォーマンスしに行った時に、ムーラン・ルージュ見に行って、まあ、どういったものかっていうのを見たりとかもしてます、ね。あの、トリニーとか、噴水の前とか、公園のね、はい、そういうところに立って、はい、あの、芸を始めて人が集まってくるのを待って、こう、普通なら帽子にお金を入れてもらうみたいな、ああいう形でもあるんですか？それが大道芸なんですよね、うん。はい。お客さんいない状態でスタートして、徐々に集めていって、ビッグサークル作って、最後、マスクするっていうのが大道芸で、僕が初めて、見にしたショーが、なんですかね、まあ、イベントパフォーマンスって僕らは言ってるんですけど、まあ、そういった感じで、ステージショーですね。だけど、なると場所だけを提供していただくんですよ。なのでそこの場所に行って、まあ、音響とか全部自分らで用意して初めてお客さん集めていくっていうのが大道芸っていうところで、うん、あの、いただいた写真にこう日本で外にたくさん人がいて、あの、はい、芸なさってるシーンがありましたけど、はいはい、あれはもう場所だけ提供していただいて、そうですね、あれは、去年の、大道芸ワールドカップっていうのが、静岡で毎年あるんですけど、その時の写真ですね、うん、その出演料っていうのは皆さんにこう帽子に入れてもらうとかじゃなくて、別にいただくんですか、お金を？契約内容にもよるんですけど、そのワールドカップの時は、まあ、補助みたいな感じで少しだけいただいて、あとはもうバスキング。基本的には大道芸って言われてるんで、バスキング中心ですね。あ、はい、